はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。静香様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。今日日中ですね、新宿で凱旋やってまいりました。なんかのお祭りだっぺがっていうぐらい人いました。南口なんですけどね。河野一族、中共の犬と書いて河野太郎に訴えられました。現役大臣がたかが個人ブログが訴えるっていうビッグニュースなのに、テレビ新聞報道一切なしと。中共の犬同士かばやってんでしょうね。それこそが河野一族、中共の犬の証拠です。とかね言ってきた。押し込み強盗プラス 55%、 強姦 59% 増。日本人だけならこんな雑で荒っぽい粗暴犯が増えるわけないんですよ。これは犯罪者の国籍発表してもらえて、などとかですね。日弁連次期会長は、社会が混乱するって、ソ連で実例がある夫婦別姓をしてんだけど、なるほど、社会が平和では弁護士障害倍上がったりですもんね。社会が混乱した方が商売繁盛ですよね、弁護士は。女性に社会じゃなくて家庭で輝いてもらわなくちゃ子供増えないでしょ。相変わらず金かけて女性が輝ける社会をってギャグやってんの自民党バカですよね。少子化対策のための増税なんてバカなことやってるしね。子供増やしたいんだったらむしろ減税して可処分所得増やせ、などなどを喋ってまいりました。今日も河野は中共の犬って連呼しちゃったけど、おい訴訟されちゃうかもしんないな。なんぼ訴えられても言い続けんのやめませんけどね。現役大臣で総理候補が中共の犬かもしれないって、世間に言い続けるのはですね、社会に必要なことだし、公共性があると思われるんで。まあ、こういう場合によく言われるのは、公共性、公共性ってね。それが、社会にとって必要なことなのかと。いうので、公共性があると、私は思ってんだよ。元防衛大臣ですよ、あいつ。外務大臣とか防衛大臣が、中共の犬って、ゾッとしますよね。これ、言っていかなくちゃいけないだろう、社会に。日本のために。と、確信しております。今日の日経平均株価が、一時、38,865円をつけてですね、バブル期の史上最高値、38,915円にあと50円まで迫る。1ドル151円に迫ろうかっていうですね、円安の恩恵で株高に見えてんのかなという分析もありました。1ドル100円だったらもし、株価も3分の2、2万6000円程度ですもんね。そのバブルの時につけた38,915円の時は、円はどのぐらいだったんだろうか。ドル換算ではそんな変わんないっていう感じもしますけれども、実質賃金21ヶ月連続減少で、景気がいい感じ、全くないですよ。バブル期と同じ株価だっつって、バブル期も、そんなね、あんな浮かれた感じ、全くないですよね、今ね。少子化、支援金つうことで増税になるし、総理の顔は辛気臭いしね。株価は上がる、支持率は下がる。今月の内閣支持率は 16.9% で過去最低、またまた過去最低、今月も過去最低、異次元の領域へ、入ってしまいました。政党支持率はこんな感じです。自民 16.3、 立憲 4.1、 公明 3.6、 維新 3.3、共産 2.4、 令和 0.9、 民民 0.4 と、立憲いつの間にか公明に迫られちゃってんね、維新にもね。こんなに弱くなったのかって感じなんですけれども、世論です。増税メガネ、怒りの増税、やだよ目指せ一桁、即断即決全力投球で総理の椅子にしがみつくことを実行。それでもどの野党よりも支持率高いんだなぁ。野党はもっとしっかりしろ。少子化対策のために現役世代に増税をする世紀の気違いと。2010年5月、鳩山内閣支持率が 17% まで低下しました。翌6月に鳩山、やめますということで、鳩山が諦めた数字に達したんですけど、岸田どうすんだろうな。まあ必死でしがみつくとは思うんですけれどもね。そういうのの決断は早いんですけどね。月額500円程度って言ってた少子化支援金がですね、正社員は月額1477円程度で、年額で17,724円、
増えそうだって試算が発表されておりまして、嘘つき騎士だというのがなっておりました。国保税なんだから、まあ紛れもない増税なんですよね。子供を増やしたいから増税、基地外確定ですよ。民のかまどの話知らないのか。民のかまどの話、子供を産んでよ増税するからさ、おかしいだろ、口だよ、もう。自民支持率は 16.3% プラス 1.7、 内閣支持率と同じぐらいの数字ですね。若干持ち直したのは底を打ったからですかね。16.3% の人は自民党じゃなくちゃ困る人みたいな感じの岩盤なんだろうか。共産支持がまだ 2.4% いるのが絶望してしまいます。あと令和が 0.9%、 100人に1人令和なのかな、いるんだなバカはな、呆れてしまいます。モーニングショー玉川徹、安倍派二階派が納税しない、うちは裏がね、自分の収入不記載で行方不明の金になっちゃって納税してませんからね。自分の政治団体に入れたら自分の収入とは言えないんですけれども、納税しないうちは我々は納税しない運動とか起きてくるのではないか、モーニングショーで喋っておりまして、世論です。一般人がそれやったら犯罪だぞ、テレビ使って犯罪煽んなよ、こいつ煽ってやがるぞ、そんなのやるのパヨだけでは、起きてくるのじゃなくて起きてほしいって素直に言えよ、そんなんじゃ相当なバカじゃないと乗せられないぞ、普通に無申告で罰則があるから変な扇動はするなと、反発を招きそうだ、反発してほしい、騒いでほしいっていう意味ですねこれね、批判を浴びそうだ、批判してほしい、騒いでほしいっていう意味ですね、物議を醸しそうだも一緒、納税しない運動が起きそうだ、これは納税すんな、騒いでくれっていう意味ですね。税金滞納はですね、ものすごく利子がきついから、確か年額 15% ぐらい、グレーゾーンもびっくりみたいな感じじゃなかったかな。玉川にパヨが乗せられて、どんどん滞納してほしいっすわね。税務署は粛々と取り締まるだけなんでね。毎週金曜日夜に、永田町で反原発サーンを歌う会が500回に到達。しつこいっすね。最近は5、6人に減っていたが、500回目の夜は、記念ということで15人程度が集まった。アコーディオンを抱えた森雅子63歳さん、これで雅子って読むんだ、500回です、よく続いてまいりました、ほぼ意地です。参加者に呼びかけたそうであります。世論です。宗教行事っぽい、暇で羨ましい、こいつらの家だけ追加で電気代取れないものか、ほぼ意地って信念とかないの、自己陶酔キモい。ただの意地って認めたらダメじゃん。こいつらがやってることは気持ち悪い。今の海外の主流は脱炭素の原発なんだけどね。東京新聞、たったの 5,6 人の集会でも記事にすると、数百人集まった NHK でもは全く報道しないっていうね。現役大臣が一般人を訴えても記事にしないのにね。慰安婦像前の水曜集会、韓国でね、ソウル、2000回を数えたそうなんですけども、毎週集まってしつこげるって行動が全く同じですね。暇で羨ましいって、投稿ありましたけど、何言ってんすか、これが仕事ですよ、これが仕事。日当もらえん、雨の日も風の日も雪の日もやったのは日当出るからに決まってんですよね。こいつらの活動資金はどっから来てんだろうかな。北朝鮮か中国あたりかなって思うんですけれども、その他のニュース、共産党党員が執行部を批判したことについて、田村智子委員長、こんな連中とパワハラ発言。党員11名が発言の撤回と謝罪を求めたそうで、存在自体がハラスメント、嫌がらせでできてるような共産党で何言ってんだって感じなんですけどね。共産党員、その謝罪と発言の撤回を求めた共産党員に言ってんですよ。お前ら自分らがいる共産党がどんなとこか分かってねえみてえだな、上に逆らうって共産党らしくねえよ、共産党員は何も考えずに上に従ってりゃいいんですよ。自分らはですね、代表を選ぶ権利も投票権もないのに、知っててやってんのにね。そんなことやってると問答無用で除名されちゃうよ。共産主義の赤はですね、粛清した身内の血だそうです。フジテレビドラマ婚活千本ノック、視聴率 2.6%、水曜日20時のプライム枠としては大爆死だそうであります。昨年の電通決算が
107億円の赤字転落、テレビ広告がダメだもんね。ネット広告参入が電通は出遅れたんだって。全然リサーチできてないっすね。まあ、今後はですね、広告とかさ、ほら、YouTuber に案件持ってったりさ、やり方も増えたんで、電通厳しいかもしんないですね。自社ビルも売っちゃったしね。自衛隊トップの吉田統合幕僚長が過労で入院。年明けからの能登地震の対応や、出張ですり減っちゃったみたいですね。倒れるほど働くなんて、まあ、きっと真面目な人なんでしょうね。米国の JP モルガンとステートストリートグローバルが企業に脱炭素の加速を求める投資家団体から抜けると発表。トランプ大統領候補のですね、私が大統領になったらインチキ気候変動団体に渡った税金を1ペニー残らず返してもらうっていう発言で、やべえって思ったんですかね。まあ、気候が温暖化がっていうのが、まあ、下火になってるっていうか、騙されないぞっていう感じになってきてるのかな、世の中で。セントじゃなくてペニーなんだ。あー、なんでだろうって思ったんですけれども、脱炭素を突き詰めると脱文明ですからね。脱文明、なんか火使うな、電気使うなってなってきますからね。無理があるよね。企業や産業を縛る脱炭素を喜んでいるのはですね、そんなことには頓着せずに自由自在にやりたい放題やって、世界の4割を炭素を排出している中国共産党ですからね。他が苦しんでんの横目に、俺らは好き放題やれるわい、ガッハッハッつって、まあ安くも作れるしみたいな、そういうことなんですよ。 SDGs も私は中国共産党が押し付けた国連あやつってもんじゃないから、思っております。何平等だの公平だの、国による差別をなくそうとか言って、国でそれぞれ違わなかったらどうすんだって話だよね。頑張ってる国も頑張ってねえ国も一緒の待遇よこせとか言い出したらどうすんのって話なんでね。 SDGs よく読むととんでもねえこといっぱい書いてありますんで、皆さんもですね、SDGs って聞いたら、ちょっと眉唾してもらいたいもんだと思います。コオロギの会社も潰れたしね。というわけでメール投稿になって、日本改革とご支援ください。動画説明のもっと見るをクリックするとですね、そちらからご登録できます。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。